ドレス伝製十字架合唱団はドイツの少年合唱団である。少年歌手たちはクルツヤナー・クルージオナーと呼ばれる。その歴史は13世紀にまで遡り、ドレス伝製十字架協会を拠点としている。同協会の合唱指揮者はクロイツ・カントルと呼ばれる。近年の最も有名なクロイツ・カントルの一人が作曲家でもあった常任指揮者のルドルフ・マウエルスベルガーである。 マウエルスベルガーは有名なンカ等を発展させ、毎年クリスマスの折にその音楽礼拝を行った。マウエルスベルガーの後任であるマルティン・フレーミヒの時代からは海外公演も盛んになりますます名声を高めた。ドレスデン製十字架合唱団には付属の寄宿舎付き学校が存在し、少年歌手たちはドレスデンシュトリーセンに位置するクロイツギムナジウムに通い、卒業後は 全寮制の学校に就職する。ドレス伝製十字架合唱団は、数多くの著名な音楽家を輩出しており、カール・リヒター、テワダム、ジーク・フリート・ハイン・リヒ、ペーター・シュラヤー、オラフ・ベア、ルネ・パップ、ハンス・クリスト・フラーデマンらの名を挙げることができる。現在のクロイツ・カントルは、ロデリヒ・クライレが務めている。ありがとうございます。